速報です。ピノコニーの調和セレモニーのカウントダウンが始まりました。クロックボーイが刻む時計の針の音とともに12システム時間後、この祭典は盛大な幕開けを迎えます。言ったじゃろ、何かあるならちゃんと話し合って解決しようと。悪いな、ケムクジェラのチビ。マジで大事な用があってこういうやり方で頼むしかねえんだ。自分が何をしているのかは分かっているようだな。なら俺もこんなことをするリスクについて警告しよう。兄弟、何そんなカッカしてんだ。こんなのただの挨拶だろ。これが最後だ。お前の正体と来た目的を話せ。俺はブートヒル、巡回レンジャーさ。巡回レンジャー？そんな驚くようなことか。幽霊でも見たような顔しやがって。巡回レンジャーは全滅したとでも思ってたのか。まあ長いことなりを潜めてたんだから、そう思われても無理ねえが。巡守の義教集団なら請求列車をトレインジャックしたりしないだろ。まだ何もしてねえだろ。銃を持って人と話したら全部トレインジャックになんのか。普通そうなるじゃろ。銀河には巡回レンジャーの現状に関する多くの噂があるが、正直どれもいい話ではない。お前を信じるのは難しいな。笑わせる。まったく頭の足りねえベイビーども、話をでっち上げるのが好きらしい。中には巡回レンジャーは全員原始博士にテナガザルに変えられて、どっかの谷までブランコに乗って遊んでるっつう話まで。ま、あんたらが信じないのは百も承知だ。もちろん俺もあんたらが本物の七死人だって簡単に信じたりはしねえ。この銃の弾丸見えるか？9mm、永遠のクラシックさ。今の俺は請求列車の助けを必要としてる。だがもしあんたらがあいつと同じように偽物だったら、ベン、この弾丸は俺の頭に打ち込まれることになるだろう。そんなリスクを負うわけにはいかねえ。ってことでまずはそっちが証明してくれ。おい、どこ行くんだ。これが何かわかるか。はあ、そいつは血明局長。ベイビーが、先週はマジでそいつをあんたらに渡してるか。ベイビー。これは先週ラフのケーゲン将軍が列車に送った玉鳥。これが列車にあるということは、先週同盟が請求列車の身元を認めているということだ。これでは足りないか。上等だ、ガキ。どんだけ離れたところにいても軽く握るだけで何千何万もの運気軍を呼べる。ホーリースイート、マジですげえな。次はお前の番だ。巡回レンジャーは表舞台から長く離れすぎてて、そういうお墨付きみてえなもんはねえんだけど、こういう状況には慣れてる。解決方法は至ってシンプル。さあ何でも聞いてくれ。俺の答えであんたの信頼を得られるか見てみようぜ。追い出すのは本気で怪しいと思ってからだって遅くはねえだろ。なぜこちらがお前に会わせなければならない。俺が本当に巡回レンジャーなら会わせておいて損はねえぞ。巡回レンジャーとはどんな組織か言ってみろ。兄弟、そりゃ難しい質問だ。俺らは組織とは言い難いからな。強いて言うなら遵守の運命を歩んでて
自分が信じる正義を持ってる。んでもってあんま普遍的価値とやらに歓迎されてない奴らの集まりってとこか。そんな答えでは信頼を得るどころか、お前の立場をさらに悪くするだけだ。あんたが聞きたいのは共通の信念とかそういうやつだろ。だが巡回レンジャーにんなもんは必要ねえ。俺らが集まるのは共通のラインがあるからだ。弱者をいじめてはならない。罪のない者をむやみに殺してはならない。こういうのは別に高尚な信念なんかじゃねえ。正真正銘ただの人として絶対に超えちゃいけねえラインだ。巡回レンジャーとして俺らはそのラインだけを守ってる。そんで誰かがそれを踏みにじろうとするたび、巡視の報復がそいつのところにやってくるのさ。その時ラインのもう一つの意味がわかる。それに触れさえしなければ何をしてもいいってな。わかるか。二つ目の質問だ。なぜ請求列車にトラブルを持ち込もうとする。言っただろ、あんたらに迷惑かけるつもりはないって。ちょっとした用があってピノコニーに行かなきゃなんねえんだが、招待状がないとファミリーはホテルにも入れてくれねえ。だから名主人の肩書きを借りるしかねえんだ。あんたらがファミリーのゲストだってことは銀河中が知ってるからな。巡回レンジャーもそうじゃろ。お、マジでそこが肝っつうか。だから俺はここに来たんだよ。あんたらだから言うが、俺らは偽物を追ってるんだ。俺らと同じ見てくれをした偽物ちゃんもな。その女は今ピノコニーにいる。俺の情報源はメモキーパーだ。奴は他のミーム生物と同じように突然現れ突然消える。このラブリーがビビらせてくれるぜ。だが確かに重要な情報を提供してくれた。巡回レンジャーになりすましている人物とは誰だ。それは三つ目の質問か。答えられないのか。ええ、そうじゃねえ。ただ言っても信じてもらえねえだろうと思っただけだ。そいつはヨミと名乗ってる。俺らの協力者によると、奴はおそらく虚無の指令だ。それはありえない。だから言っただろう。ま、無理もねえさ。俺もこの話を聞いた時はあんたと同じ反応だったから。イックスは誰にも視線を向けない。これは常識だ。祖が凡人に力を授ける理由などどこにもないからな。なら司令が自分の身分を隠せることも知ってるだろう。ほとんどの奴にとってはむしろその方が都合がいい。さもないと銀河の殺し合いの大舞台に上がるばかりか、歩むべき運命に背くことになるからな。昔俺は優越の司令に会ったことがある。見た目だけで言えばあれはあのピエロ連中と何も変わらなかった。運よく相手を酔いつぶせてなけりゃその正体があんな大層なもんだとは分からなかっただろうな。遵守みてえに一番単純なのでさえ光の先週同盟と影の巡回レンジャーとに分かれてる。結局運命なんてもんは人間が作り出した概念で、俺らの認識を超えるもんは必ず存在してるってことだ。虚無の指令が存在しねえと思うのは俺らが十分に虚無に染まってねえからかもしんねえぞ。これで分かったろ。今あんたの仲間は危険な状態にある。かなり危険だと言ってもいい。まだ信じられないならそいつらにメッセージを送ってみろ。どっちにしろ急いだ方がいい。何しろ俺らには無境の中で何が起こってるのかも、あのメモキーパーの話がどこまで本当かも。
あの読みってやつが何を考えてるのかもわからねえんだからな。私は何もするつもりはない。それは君が決めることではない。知っているか、初めて夢の地を訪れた者は無意識のうちに足を止め、己がまだ固い地面の上に立っていることを確認する。そして一様に空を見上げるんだ。現実であろうと夢であろうと、空を見上げるのは人間の本能。黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし今この夜空は無情にも切り裂かれ、虚無の陰りに染まった。その過程はたった一度の斬撃で終わってしまった。一度、それは正確ではないな。正しくは二度。ただ二度目の斬撃が早かっただけだ。重要なのはそこではない。この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を抱擁しているとしても、ピノコニーの平和のためにはその中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。影の中に生きるという点において私たちに違いはないはずだ。少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう。ピノコニーの夢の主君をとどめておけない理由がまた一つ増えた。君が信じようと信じまいと、これが本当の私だ。むしろ全員が本当の私と言える。これがファミリーの言う一つにまとまった心か。私の肉体はとうに消え去った。今は王府家の107,336 人の子供が私の目となり、耳となり、口となっている。必要な時には私に代わり、この美しい夢の中でハーモニーを広め、また必要な時には私の代わりにこの楽園から悪を追放する。それは私にピノコニーを離れるよう頼んでいるんだな。身の程をわきまえているようで何よりだ。だが残念ながら頼んでいるわけではない。自分にできると思っているのか。私を脅しているのか。
ああ、今のは質問じゃない。ただ、事実を述べただけだ。私の正体を知った上で悪意を見せる者は、あなたが初めてでもなければ、最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。ほとんどの人は、先ほどのような問いに対して勇ましく、できないとでも、と反論する。だが、結果はいつも、できないなんだ。自信があるのはいいが、忘れないでもらいたい。ファミリーは謙虚だが、決して軟弱ではない。調和の音は宇宙に響き渡っている。仮に君が従わず、その超党を少しでも鞘から抜けば、一生、エターナリオンの怒りから逃れられないだろう。そしてその前に、137人。これは私が夢の主となってからこの手で追放した異邦人の数だ。彼らの中には私の総欲を追った者もいれば、私の肉体を焼き尽くした者もいる。しかし私は今もなおここに立っており、その数字を増やすことも厭わない。あなたは死に向かう。正確にはあなたたち全員が。あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。とても賢明な選択だ。他に選択肢はなさそうだからな。確かに、君にとってはそれが唯一の道だよ。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。彼岸に生まれた者は死岸に居場所を見つけることはないのだ。立ち去れ、そして永遠に戻ってくるな。宴の星の光はあまりにも眩しく、多くの偽り者、悪人、罪人を引きつけてきた。しかし、いくら調和であっても、虚無の自滅者を歓迎することは絶対にない。その自滅者は、周囲のあらゆるものを道連れに滅ぼそうとしているのなら、なおのことだ。君の力は明らかに、眠る無双者の贈り物。そこが見えず、まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生ける者に死と罪をもたらす。まさにその名の通りだ。これは彼岸から来た者の忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよく分かっているはずだ。あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。それは果てしない恐怖。
その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。先ほどの奇妙な光景はクラークフィルムランドの機械の故障によるものです。ファミリーがすぐに現場を封鎖しましたので怪我人は出ていません。皆さんどうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて1枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。あの、それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけどどうして。ロビンさん、見間違いじゃないよね？緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間をかけて準備してきた義務技術ね。え、ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？でも僕は確かに。これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。そうだったんだ。それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。ありがとう。お返しにちょっとしたプレゼントをあげるわ。このボタンは？調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せばサプライズがあるかもしれないよ。さて、他のゲストも困っているみたいだから私はこれで失礼するわ。引き続きこの無境を楽しんでね。こんなにたくさんの人が話題にしてるなんて。フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。ファミリーは無境におけるゲストの安全を約束しています。ですが私はこの目で見たのです。有機生命体の一団がフィルムランドに向かい、その後空が切り裂かれ虚空から黒い雨がにじみ出てきたところを。ファミリーから納得のいく説明がなければ私はすぐにでも妻を連れて現実世界に戻ります。無境が楽園でなくなればここに留まる理由もありませんから。どうやらなかなかの場数を踏んできたようね。招かれざる客が無境に入り込んだのは間違いないけれど、彼らのターゲットは一般のゲストじゃなくてカンパニーの使者よ。ファミリーは何があっても絶対にゲストたちの安全を最優先に考えるわ。ロビンさん、ハウンド家がフィルムランドを封鎖したことは知っています。ファミリーならこの事態を適切にコントロールできるでしょうが、そんなことをしても何の役にも立ちません。ファミリーは名誉を守るためにあらゆる手を尽くすでしょう。ですが私は客として自分の命を懸けたいとは思いませんので。でも見ての通り今回の事故では一般人は誰も影響を受けていないわ。無境は約束したような完璧なものではないかもしれないけれど、ファミリーが収めている美しい夢よりも安全な場所
場所なんてない。このことはあなたの方がよくわかっているでしょ。実際こんな事故が現実世界で起きたとしたら、どれだけの人が無事でいられるかしら。ここに残っても構いません。ですが覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。もちろん、調和セレモニーの開幕が目前に迫っているんだもの。私たちも準備に全力を尽くすから安心して。お詫びの印としてファミリーからゲストにちょっとしたプレゼントを用意したの。素敵なゲストさん、理解してくれてありがとう。コンセプトスタート。こんにちは。いきなりごめんなさい。ここで何かあったの？大したことじゃないんだ。クラークフィルムランドのリハーサルで事故があっただけだから、ゲストの方はご心配なく。おい、このバカ、ロビンさんを知らないのか？誰と話してると思ってるんだ。申し訳ありません。ハウンド家に移ってから日が浅く、その町での仕事に不慣れなもので気がつきませんでした。大変申し訳ございませんでした。そんなに緊張しないで。お仕事お疲れ様。今の状況はどう？問題ないかしら？ご報告いたします。フィルムランドはすでに封鎖しました。ゲストのほとんどは夢の中の奇妙な光景に慣れているので、今のところ危険はありません。すぐに秩序回復できるものと思われます。ロビンさん、ご安心ください。我々も巡回を強化して何も問題が起こらないようにいたしますので。あなたたちのことは信じているわ。でもフィルムランドで起きたことについてハウンドの皆さんはどう思っているのかしら。大丈夫だから本心を教えてちょうだい。それは実は事件が起きる少し前に現場にいたのですが、カンパニーの死者がよからぬことを企んでいるというのは本当なのですか？それにあの巡回レンジャー、いとも簡単に空を切り裂きました。ロビンさん、正直に申しますと、みんな心配して噂しています。これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果はあなたたちの見ての通りよ。なるほど。カンパニーの社員は無境に入ることを禁じられていると聞きましたが、それが理由だったんですね。それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して、サンデーが彼の行方を追ってるからすぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから、無境の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください、ロビンさん。しっかり任務を遂行してカンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら私の言葉を伝えてちょうだい。無境を守るにはみんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリス家がゲストたちのために用意したプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いがけないサプライズがあるわ。ロビンさんからプレゼントをいただけるなんて、まるで夢のようです。あ、いや、私はもう夢の中にいるんでしたね。本当に誰かが因縁をつけてきたとしても我々は戦うことを恐れません。ご安心ください。無境の平和と秩序はハウンドが守りますので。
を走るスーパースターロビンさんですか？こんなところでファンに会えるなんて光栄だわ。美しい夢に満ち溢れた世界、ピノコニーへようこそ。まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにデウムのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょ。あれは本当に事故なんですか？僕、雨のように降ってくるチップを見ました。それから空を切り裂く赤い光も、特殊効果にしては少しリアルすぎませんか？あの気前のいい男性にも会いましたが、様子がおかしくてずっと独り言をつぶやいていました。それも脚本の一部なんでしょうか？皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われてもとても信じられません。どうしても忠告を聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。ロビンさん？でも乗りかかった船だし仕方ないか。私、いい人で有名だもんね。あれ、今何をしてたんだっけ？あなたは？このプレゼントを受け取って、ゲストちゃん。これはファミリーが君のために特別に用意したものなんだよ。しっかり持っててね、調和セレモニーが始まるまで。そして演目のクライマックスで周りの人と一緒にこのボタンを押すの。もしかしたらすごく面白いことが起こるかも。全てが原点に戻った。以前ここから黄金の時に入った君は、今度は本当のピノコニーに足を踏み入れることになる。もう一度君に同行できて本当に嬉しい。やっと全部君に話せる。見ての通り、私のもう一つの名前は性格ハンターサムなんだ。大丈夫？ごめんね、あまり驚かせてないといいんだけど。疑問だらけなのは分かってる。私たちが知らない無境の中で死に遭遇したことは覚えてる。あの時私はミームに捕まって、あれが私を殺そうとした瞬間、その恐ろしい瞳の中にもう一つの無境の影を見たの。私は脚本のヒントをもとに、そのミームについていくつか推測した。そこで銀狼に招待状を出してもらって、みんなを夢の中のホテルへ誘い込んだんだ。本当は君たちの前で死を呼び出して、もっと直接的な方法で真実を伝えようと思ってたの。でもそんな考えとは裏腹に、私は脚本に背くことができないばかりか、君に説明する時間すらなかった。君が見た通り、私は死の刃に貫かれた。濃い奥質の重圧、それが頭の中で弾けて、まるで現実みたいだった。でもね、その一瞬の麻痺が消えた後、自分の体が無傷だってことに気づいたんだ。やっぱり私は生きてた。そして思った通り、美しい夢とは全く違う場所にたどり着いてたの。ピ
ノコニーの無境の下にはもう一つ、もっと原始的で混沌とした記憶域が隠されてた。その名前は流刑の地。そこで私は無境のホテルに戻って、その存在を君に伝えようとした。でもまだ自分の正体を明かすわけにはいかなかったから、どうにかして君の同行者の注意をそらして君を戦場から連れ出そうとしたの。だけど私の試みは全部失敗に終わっちゃった。ついさっき、血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて、君たちをこの深い無境に落としたことで、やっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。全部を無条件に信じるのは難しいかもしれないけど、これだけは言わせて。君は今最後の答えにすごく近いところまで来てる。あと一歩で私は君に証明できるの。それじゃあここから出よう。目を閉して、そのまま深呼吸して、心の中に無境の輪郭を描いて。絶対に目を開けちゃダメだからね。3、2、1。怖がらなくて大丈夫。私たちの迎えが来たから。君にこんなことができるなんて知らなかった。運転免許持ってるの？ああ。それはなんていうか意外だね。なぜだ。ここが罪悪の都市ヤペロだ。システム時間も寝てないなって思って。大丈夫？大丈夫。死ぬことはない。俺もお前も同じだ。私はどうかな。あ、やっぱりスピード落として。潜入成功だ。いつでもサムを起動していいぞ。脚本の次のシーンまでまだ時間。システム時間、このトンネルが俺たちをカフカのところまで導いてくれ。そのヤペラーブラザーフのところに移るぞ。それも全部脚本なの？お前の脚本の中には。え、ごめん、気づいてなかった。お前が恋に無視しようと、あいつらの運命。言ったはずだ。悪い癖だと。じゃあ君は、今度こそ君が望む死を手に入れられるの？いつも通り空白だ。俺が求めるものはこの星なのだ。なぜ急にそんなことを聞く？疲れた運転手の車に乗ってるからだよ。私は無事に
目的地にたどり着きたいの。この車には自動運転機能がついている。俺はハンドルに手を置いているだけだ。これでいいか。冗談なの？エリアはいつも運命は一つだけで、誰もそれを避けることはできないって言ってるよ。あの人には未来が見えて、私たちも同じように自分の定められた結末を知ってる。でもその瞬間が訪れるまで、人は自分の意思でやりたいことを選択できる。私たちにはその権利がある。そうでしょ？今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして栄華艦艇が奴らにとって変わる。近い将来、招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地、ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈って。君が無事で本当に良かった。目を閉じる、それが答えなんだ。不思議だよね。私たちがずっと死と思ってた怪物は、本当は流刑の地の番人なの。あれはある特定の法則に従って、美しい夢に浸っている人を連れ去り、ここへ連れてくるんだよ。俺たちが悩んでいた無境の中に本当の死は存在するのかという問題は、どうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい。人々の失踪の真実、そしてこのドリームリーフと呼ばれる城塞を隠すためのものだったんだ。あのミームの出現は全て時計屋に関係している。ドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら、俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についてもここで解決の糸口を見つけられるに違いない。ここの雰囲気は美しい夢とは全然違う。みんなゆったりとした生活を送ってて、ファミリーみたいな管理者は存在しない。精神状態も少しぼんやりしてる。でも住民たちの断片的な言葉の中に聞き覚えのある名前があったの。ギャラガーっていう名前がね。またその男か。いつも肝心な場面で都合よく現れるな。おかげで探す手間が省けるが、姫子とナノカは先に行っている。俺たちも気を取り直して出発しよう。本当の無境、流刑の地。出発前にみんなともう少し話した方がいいかな。
社に一緒に大いなる遺産を負わせること、つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。多分彼も未来に不可能なことを見たんだと思う。君に話した医療カプセルのことを覚えてる？それがサム、早急戦線グラモスの鉄器、ファイアフライ4戦力強襲装甲。それは私の命の揺りかごで、私がこの世界に生まれた意味、ずっと世界が私に求める姿だった。ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。君は奥室に敏感だから、少しでも気を抜くとこの記憶域の中で迷っちゃうかもしれない。何か気になることがあるならちゃんと一緒に話し合おう。ヨミさんがなかなか刀を抜こうとしなかったのもうなずける。あの簡素な鞘にあれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力が孫悟に由来するものでなければ無境全体に影響が出ていただろうな。そのことを負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくてもアベンチュリンさんは他の方法で目的を達成するだろう。今はヨミさんを信じよう。彼女の実力を考えれば俺たちが心配する必要はない。君たちが調査を進める中で彼は重要な情報を提供してくれた。ミハイル、かつての時計屋はファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え自分や時計屋の過去を語り始めたのか。そして今その名前が再び蛍さんの口から出た以上、疑念を抱かざるを得ない。君を見つける前に彼女は自分が性格ハンターであることを明かし、多くの情報を共有してくれた。まさかあの妖覚師の正体が少女だったとはな。彼女にとってこれは決して軽々しく他人に話せる秘密じゃない。それを考えると向こうに協力する意思があるということは信じてもいいだろう。だがだからといって彼女が全ての秘密を明かしたとは思えない。なんとなくだがあの少女の状態は夢の中にいる普通の人とは違う気がする。危険がなければいいんだが。君の気持ちが落ち着いたならそれでいい。準備ができたら出発しよう。この路地を進むとエレベーターが見える。それでルケの地の中心まで行けるから。強い痕跡を残したようだな。
二つの無境は雰囲気こそ異なるが、建物のスタイルに大きな違いはない。まるで同じ建築家の作品のようだ。この類似性の裏にあるつながりも気になるところだが、考えていても仕方ない。とにかく姫子たちと合流しよう。この道を右に曲がると防衛エリアだよ。そこなら人が多いから、彼女たちの居場所を知っている人がいるかもしれない。君は一緒に行かないのか？請求列車の人たちはまず仲間内で話し合う必要があるでしょう。私はその間にギャラガーさんを探してみる。分かった。後で連絡を取り合おう。言ったか、ホタルさんが本当に信用に値する人物なのか判断するにはもう少し注意して見ておく必要がある。が、その前に話したい人がいるんだ。一緒に行こう。君も気づいてるだろう。あ、あそこだ。ホテルレバリーのドアボーイ。どうして彼がここにいる？しかもよりによってヨミさんが夢を切り裂いてからそれほど経っていない今と。念のため確認した方がいいだろう。誰だ？誰にも迷惑はかけてないぞ。あれ、この前のお客様じゃありませんか？また会いましたね。お隣の方は。ああ、自己紹介を忘れてました。僕はドアボーイのミーシャと言います。こんにちはミーシャ。俺はベルトだ。夢に入る時にもあったな。隣にいるのはチクタク。馴染みの友達と新しい友達、ハイタッチしよう。君は記憶域ミームか？そうじゃありません。クロックボーイは僕の友達です。僕たちの家はここにあるんです。お客様たちはどうやってここに来たんですか？この無境は外部には開放されていないはずなのですが。あ、もしかしてネムが今ここに家があると言ったか？はい。なのでいつも美しい夢での仕事が終わったらここに帰ってくるんです。以前は簡単に移動できたんですが、自由に往来できなくなってからはずっとネムがみんなを連れて2つの無境の間を行ったり来たりしてくれてるんですよ。
そのネムというのはどんな見た目をしているのか教えてもらえるか。ネムは記憶域ミームで、大きな目がたくさんあって、見た目はちょっと怖いかもしれません。でも実際は従順で、あとネムの面倒はずっとギャラガーさんが見てくれてるんです。今の説明を聞くに、そのミームが死であることは間違いない。ファミリーは悪夢とみなしているが、こちらの住民にとっては事実は全く異なるようだ。死って言いました？夢の中に死なんてあるわけないじゃないですか。確かにネムは凶暴で、たまに罪のない旅行者を間違って連れてくることもありますけど、絶対に危害を加えることはありません。それならこの数日でそいつがゲストを連れて帰ってきたかどうか教えてくれないか。実は俺たちは夢の中で起きた失踪事件について調べてるんだ。そうだったんですか。それならギャラガーさんと話した方がいいと思うんですが、ギャラガーさんは今オーク家からの訪問者の相手をしているそうで、邪魔しないようにという指示が出ているんですよね。ベルトさん、あなたたちが探してる人ってもしかしてロビンさんですか？やっぱりか。ホタルさんの霊があるから、これも予想の範囲内だな。ロビンさんを探してるなら僕が案内しましょうか？外からのお客様には会っても構わないとロビンさんから言われていますので。それは助かる。あと、はぐれた仲間を探してるんだ。赤い髪の女性でピンクの髪の女の子が一緒にいるはずなんだが、何か心当たりはないか？それはわかりませんね。でも安心してください。ドリームリーフは美しい夢のように大きくも賑やかでもありませんが、治安はとってもいいですから。こういうのはどうですか？お客様たちがドリームリーフを訪れるのは初めてのことですから、僕がガイド役になってまずはお連れの方を探しましょう。それから一緒にロビンさんに会いに行くんです。ロビンさんは子供たちに会うためグリッサさんのところに行きました。しばらくはそこにいるでしょうから、時間的にも間に合うかと。わかった。それで行こう。これでピノコニーを騒がせていた2件の殺人事件の答えが出たな。だが黒幕の意図はさらに分からなくなってしまった。それは分からない。だがそいつとギャラガーの関係性は調べる価値がありそうだ。とにかくまずは彼を見つけなければ。ところで君は前に自分だけに見えるクロックボーイに会ったと言っていたな。なんだか不思議な感じだな。まさか俺の子供心も。いや、そんなことは重要じゃない。とりあえずミーシャについていこう。一番素晴らしい景色を眺めることができるんです。ブラックホール？いや、屋室が集まって形成された膠着円盤か。ドリームリーフはこんな不安定な屋室の上に作られているんだな。ベルトさんも
奥室通り企画がわかるんですか？実は僕、この大きな空洞をどうやって紹介したらいいか悩んでたんです。奥室通り企画を知っているなら、お二人はきっとクメイさんと話が合うと思いますよ。ほら、彼女はあそこにいます。やっと計算できた。あと10システム時間後には上の美しい夢が下の夢を飲み込んでしまう。私の推測は正しかった。この場所は存在しなくなり、美しい夢が全てを飲み込む。あら、あなたたちは？ここはもう消えてしまうのに、どうしてまだ残ってるの？私はドリームサーベイヤーのクメイよ。専門は奥室通り企画で、今は自分の生涯をかけた研究課題に取り組んでるところなの。あの大きな空洞が見える？何年も前はただの亀裂だったんだけど、今では大きな穴になってる。この付近の奥室はずっと一定の速度で空洞の向こう側へゆっくりと流れていってるのよ。でも恐ろしいことに、私の計算だと最近奥室の流れる速度が変化していて、前よりも速くなってるの。まるで何かが大きな口の向こう側から吸い込もうとしてるみたいに。ラザリナさんの奥室測量法に改良を重ねて、ようやく正確な結果を導き出したわ。10システム時間後、ドリームリーフは消滅する。氷山が溶けてなくなるように、全てが崩れ去って、空洞の向こうの美しい夢のかけらと一体化するの。心配しないでくださいね。こういうことは今までに何度もあったんです。クメイさんは悪い人ではないんですが、ただちょっと別の世界に浸ってるというか、すぐに自分の計算が間違っていることに気づくと思います。それよりも気になることがある。君が言ったラザリナさんだが。あら、あなたも彼女のことを知ってるの？それとも奥室通り企画が好きなのかしら？俺たちはラザリナさんの業績に興味があるんだ。詳しく話してもらえるか？もちろん。彼女は奥室通り企画の優秀な学者で、最初に奥室速度測量法を青函旅行に応用した人物よ。でも残念なことに、ガーデンオブリコレクションの存在のせいで、普通の人たちは奥室の性質にあまり関心を持たなかったの。最終的に彼女は無名のまま亡くなった。数冊の薄いノートだけを残して。私が彼女に憧れてピノコニーに来て、必死になってドリームリーフを探し出したのは、ここが彼女の亡くなった場所だったからよ。天は才ある者に嫉妬する。ラザリナさんにもう少し時間があれば、きっと奥室の流れを逆転させる方法を見つけられたはずなのに。私感じるの、その源は黄金の時にあるってね。あそこには記憶域の流れをかき乱す何か異常なものが存在してるわ。もっと直感的な証明をしないと。そうすればきっとみんなを説得できる。ラザリナという名前を覚えているか？ピノコニーに来る前、車掌が俺たちに情報収集を頼んだ数名の名無し人の中に彼女の名前があった。彼女はドリームリーフで数々の研究と測量を行っていたが、突然この世を去ってしまったようだ。クメイさんはよく彼女の話をするんですよ。なんでもラザリナさんは監獄戦争の時期に亡くなってしまったんだとか。彼女が今のピノコニーを見たら、みんなが記憶域の中に家を建てているのを見たら、きっとすごく喜ぶでしょうね。そうかもしれない。
たちの目的地は貿易エリアです。そこはドリームリーフで一番人が多い場所なので、お二人の仲間も見つかるかもしれません。うちもそう思ったけど。お客様、ここは死後の世界ではなくドリームリーフですよ。そうそう、聞こえた。うちに続いて言ってごらん、ドリームリーフって。だって君、目に見えないものと話してるじゃないか。ここが死後の世界じゃないなら何だって言うんだ。気に挑んでまで夢の中で眠ろうとするんじゃなかった。好奇心がピピシを殺したんだ。もう聞かないでくれ。モンスターを引き寄せてしまう。死んだ人間はみんなここにいるんだ、みんな。それってまさか記憶液ミームのことじゃないよね。その名前を口にするな。君のせいだ。あいつらが来る。動じないで。いい、やっ、はっ、はっ。超と共に散れ、スターレイファントム。ガツンと来るやつですか。彼は気を失っているようだ。負の感情が強すぎて近くの記憶域ミームを引き寄せてしまったんだろう。なるほど。でもどうして道を歩いている人は怖がってないの？美しい夢と違って、ここの人たちは記憶域ミームを危険なモンスターだと思ってないので、本当に危険があったとしても強制覚醒で無境から脱出できますしね。でもこの方をこのまま放っておくわけにはいきません。どこか安全な場所へ運んでもらえませんか？じゃあジェシーおばちゃんにお願いしよう。あんたたちを待ってる間、たくさんの地元の人と知り合ったんだ。ここではみんな自給自足の生活を送ってるんだって。なんて言ったらいいのかわからないけど、なんかこっちの方が本当の夢の世界みたいに思えるんだよね。ファミリーはもうダメだ。
ジェシーおばちゃん、こんばんは。あれ、今って夜だっけ。なのかちゃん、いらっしゃい。そっちの人たちは。この二人はうちの仲間。倒れてる人はビビって気絶しちゃった怖がりさんかな。わかった。またうっかりここに迷い込んじゃった人ね。ここに置いていきなさい。最近は知らない顔がどんどん増えてきてる。きっと美しい夢でいろいろ起きてるのね。明日で何残された数少ない自由の力も平穏が消えてしまうのかしら。こういうことはよくあるのか。よくあるってほどじゃないけど頻度は高くなってるわ。これも美しい夢が崩壊する兆候の一つなのかも。こっちの人はかなりショックを受けてるみたいね。なのかちゃん、転換族の女の子を探してきてくれない？彼女の歌声は精神的な傷を癒せるの。転換族の女の子？おそらくロビンさんのことだろう。今彼女もドリームリーフに来ているんだ。え？ロビンさん？ロビンさんなら…そっか、ホタルが無事ならロビンさんも同じような体験をしてるはずだもんね。ことの経緯を明らかにするため、このミーシャが今から俺たちを彼女のところへ連れて行ってくれる。だが、その前に姫子と合流しよう。そういえば、君は姫子と一緒だったんじゃないのか。うん、ちょっと前まで姫子と居住エリアにいたよ。そこで大勢の密航者に会ったんだ。ほとんどは近くの星系から来てるって言ってた。ドリームリーフみたいな場所はアスデナの記憶域にいくつかあるんだって。大海原に浮かぶ島みたいにファミリーが来る前から存在してたみたい。それからドリームリーフがまだそんなに大きくなかった頃はここがピノコニーの無境の中心だったって話も聞いたよ。それが本当なら、美しい夢とこの土地に多くの類似点があることにも説明がつくな。姫子はまだそこの人から話を聞いてるはずだから、うちらも急いで出発しよっか。残りの情報を全て補えるなんて思ってなかったわ。ギャラガーさんの口癖を借りれば運命のいたずらってやつだな。姫子、みんなを連れてきたよ。みんな揃ったようね。ちょうどよかった。この人はミカ、流刑の地の責任者の一人なの。ミカ、彼らは私の仲間よ。七死人の皆さん、こうして会えて光栄だ。うちらのこと知ってるの？あんたたちがピノコニーに足を踏み入れた日からずっとその動向に注目していたからな。ドリームリーフと12の無境が隔絶されてさえなければもっとちゃんとした形で会えるはずだったんだが。正式に自己紹介しよう。俺はドリームリーフの墓守、ミカだ。墓守？ドリームリーフでの生活はとても自由で、組織と呼べるものはない。みんなそれぞれの生活を送り、互いに干渉しないようにしてるんだ。俺にできることも、毎日決まった時間にいくつかの墓を掃除することくらいさ。ミカさん、それは謙遜しすぎですよ。道に迷った夢追い人がここに連れてこられるたび、いつもミカさんが守護者として彼らを美しい夢に送り返したり、混沌とした無境の中で生きる方法を教えたりしてるじゃないですか。なるほど、まるで保護者だな。ん？
ベルトさん、今のは俺に言ったのか？ところでミカさん、君の言う墓とは、ここに来るまでの間、墓地は見かけなかったと思うが。墓といっても、いくつか象徴的な慰霊碑があるだけだ。ベルトさんが気になるなら、実際に見に行こう。俺の推測が正しければ、あんたたちはそこでかなりの収穫が得られるはずだ。だがその前に、もう一人一緒に行く大切な客人がいる。大切な客人？それってもしかして。こっちだ。ドリームリーフの道路は長いこと補修されてないから、足元に気をつけろ。昔は賑やかじゃったな。彼女だ。本当にロビンさんだ。みんな素晴らしい歌声ね。こういうスタイルの曲はあんまり歌わないから、すごく勉強になったわ。ロビンさん、本当に何とお礼を言ったらいいのか。たった数日で子供たちがあんなに上達するなんて。クリッサさん、私は声の出し方を教えただけ。人生に希望を持つことを教えたのはあなたよ。現実世界での日々はきっと大変でしょ。分かっていたのですね。お別れの時間が来るたび、子供たちはこのリュームの地から離れることを嫌がる。でも私がドリームリーフで会った人たちは、みんなこのボロボロの夢にとどまる価値はないと言っていたわ。さすがは期待を寄せられるハーモニーの子ですね。エマとアンディは私が引き取った孤児、目が見えないカルはピノコニー近郊の栄養所で働いていて、ギャリーは幼い頃から自閉症の症状が出ています。何よりみんなまだ未成年で、ファミリーの美しい夢に行くこともできません。鳥に例えるなら、この子たちは生まれつき翼が欠けたひな鳥ですが、この夢の中でなら、この子たちも完全な翼を得ることができる。飛び方がおぼつかなくても、自分の力で空へ飛び立てるのです。私は両足を失った老いぼれ、この無教がなければ子供たちの前に出ることすらできなかったでしょう。あなたたちがピノコニーの夢の中で新しい生活を始められたことは、私も嬉しく思うわ。ただ、ご心配なくロビンさん、夢には意味がありますが、それが全てではありません。私も子供たちもよく理解しています。夢の中でどんなに高く飛べたとしても、いつかは現実世界に戻らなくてはならないと。ですが見てください、今ではエマもギャリーも自分を卑下することはなくなり、カロは目が見えないことへの戸惑いにどう向き合えばいいのか分かってきて、アンディは以前よりもずっと活発になりました。おかげさまで私もかなり楽観的になっています。私たちは夢の中で人生を学び、現実世界に戻って生きることを学ぶのですよ。翼が欠けているなら、お互いに翼を貸し合えばいい。夢の偽りの空に執着する必要なんてないの。なぜなら、私たちにはもっと広い世界へ飛んでいく権利も、その
無事な姿を見られて嬉しいわ、ロビンさん。請求列車の皆さん、また会ったわね。私の失踪で外の世界は大騒ぎになっていると聞いたわ。本当にごめんなさい。ここにいるということは、ロビンさんはピノコニーの現状を十分に理解していると思っていいのかしら。ピノコニーに戻ってから私の声は調子がおかしくなって、だんだんと声が出なくなってしまったの。最初はただの偶然だと思ってたわ。長く外で暮らしていたせいで、ハスデナの高濃度の屋室への耐性がなくなってしまったのかもしれないって。でも今となっては原因は私ではなかったみたい。私の周りには調和と相入れないものが存在していた。声が出なくなったことも美しい夢が崩壊する予兆の一つだったのね。美しい夢の崩壊。あのメモキーパーも同じようなこと言ってた。本当だったんだ。私がピノコニーを離れている間、12の無境の教会は広がり続けていた。でも私が夢の異変について触れるたび、クランの当主たちは言葉を慎んでいるような気がしたの。答えてくれたのは兄だけだったわ。その後カンパニーの使者から密かに手紙が送られてきて、ピノコニーの光の下には人に言えない秘密が隠されていることを確信した。最後にオーク家の文章からいくつかの手がかりを得てここを見つけたの。ファミリーに死という名で隠蔽された流刑の地、ピノコニーの過去が封印された夢の中の夢を。こうして聞いた感じだと、ロビンさんの声の不調は回復してきてるみたいね。ええ、残酷だけれど、ここの調和は美しい夢の中よりも広く伝わっている。これは紛れもない事実よ。残念なのはファミリーの中から裏切り者が出たことね。彼、あるいは彼らは最初の信念を捨て、調和の名のもとに人間の弱さを利用してピノコニーを儚く美しい夢に溺れる宴の星へと変えてしまった。こんなの、強気を持って弱気を助けるどころか、強気を持って弱気を支配しているだけよ。平等性を失った世界は、もう二度と調和の恩子も、その祝福の声も賜れない。歌えなくなるのも当然だわ。ロビンさん、別の可能性は考えられないか。例えば、ファミリーの理念の変化は、別の勢力が関与しているとか、ヨミさんの例から考えても司令以上の力が介入しない限り、調和のテリトリーで全ての人に影響を与えられる別の意思が存在するとは思えない。先週同盟の件は私も聞いているわ。でも私の知る限り、外部勢力によるファミリーへの関与は考えられない。ただ私が故郷を長く離れていたせいで見えていない部分が多すぎるだけかもしれないけれど、とにかく私は自分の故郷が調和の名のもとに調和とは反対の方向に進んでいくことは受け入れられないの。どうして時計屋のミハイルがファミリーと決別したのか、そして誰が裏切りの決断を下したのか。ミカさん、私たちの取引を覚えてる？ついに答えを出す時が来たみたい。私は諦める。もう調和セレモニーの舞台には立たないわ。お兄ちゃん見て、小鳥がいる。ハーモニービジョンのヒナみたいだね。でもこの辺はハーモニービジョンの生息地でもないのに、どうして一人ぼっちでここにいるんだろう。親に捨てられたのかな。なんだか弱ってる。
るみたい。クッションを持ってきて、その上で休ませてあげるのはどうかな。いや、ここは危険すぎる。とりあえず連れて帰って、君の部屋にある木の棚で休ませてあげよう。いいかも。きっと綺麗な声で鳴くね。でも、この子が寝るところはどうすればいいの？僕が当主に頼んで、鳥かごを作ってもらうよ。かご？それじゃあ、自由に飛べないんじゃない？どれどれ、デームの最も優秀な代弁者である君たちが食後のデザートすら忘れてしまうほど夢中になるものが何なのか、私に見せてごらん。哀れな小さき命、あまり楽観できる状態ではないようだが、君たちはこの命を救いたいのかい？うん。でも閉じ込めるのはダメだと思うの。それはなぜかな？この子はまだ小さくて、羽も生え揃ってないし、歌も歌えないけど、カゴの中で生きるために殻を破ったわけじゃないと思うから。鳥は空を飛ぶために生まれてくるんだよ。とてもロマンチックな考えだね。では小さな博士、君も妹の意見を認めるかい？僕もロビンの言う通りだと思います。でもこの子を外に置いておいたら、きっと数日もしないうちに死んでしまうでしょう。我らが小さな博士はまだ少し迷っているようだ。では子供たち、君たちのために一つ話をしてあげよう。知っての通り、ハーモニーピジョンは大気圏を飛び越えることのできる鳥だ。高い高度を飛ぶとき、その羽は摩擦による高温で壮麗な光を放つ。まるで流星のようにね。そういう美しい光景を何度も目にしてきた私たちは、それを生まれつきの能力だと思っていた。しかし、その流星のような輝きは、彼らが大自然の中で数百琥珀期を戦い抜いた結果なんだ。ハーモニーピジョンの祖先はあまりに弱く、地上の生存競争に勝つことができなかった。だから彼らは駆られる運命から逃れるため、空を見上げ羽ばたき始めた。そうして数千数万世代にもわたる試みを経て、群れの中の一羽がついに翼を正しく羽ばたかせる方法を学んだ。そして空に飛び立ち、大地に別れを告げたんだ。つまり鳥は最初から飛べたんじゃなくて、自分の意志で飛ぶようになったってこと？それも一つの理想主義的な解釈だ。さてサンデー、君はどう思う？僕は空を飛ぶことが鳥の天性だと考えられているのは、人が地面に落ちて死んだ鳥を見たことがないからだと思います。
うん、それも面白い考え方だ。では君は今この小鳥をどうすべきかもう分かっているね。はい、まずはカゴに入れます。少なくとも一人で生きていけるようになるまで。なぜなら僕はどうしてもその子に生きていてほしいから。よろしい。君たちの心の中にはすでに答えがあるようだ。君たちの描く未来図は実に素晴らしい。それがそれぞれの方法で実現されることを私も心から願っているよ。この子は私たちがちゃんとお世話するね、お兄ちゃん。でもゴフェルさん、まだ一つわからないことがあって。言ってみなさい。もしこのハーモニーピジョンが最後まで飛べなかったらどうすればいいですか？つまり、もしこの世界に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、僕たちは彼らを空に返すべきなんでしょうか？また地面に落ちて死んでいくのを見ることになるとしても。いい夢を見てるようだな、小鳥。目を覚ませ。どうした、立てないのか？手を貸してやろうか？私は死んでいない。うん、嬉しいか？ロビンがどこにいるか教えなさい、今すぐに。どうせ最初に気にするのは妹のことだろうと思ってたさ。安心しろ、お前の妹はここにいる。そして安全だ。今は町を歩いて住民たちを訪ねている頃だろう。この状況、俺がお前だったらもっと自分のことを気にするが、何せ目の前にさっき自分の胸にナイフを突き立てた野郎が立ってるんだからな。もし本当に私を殺すつもりならこうやって会話する必要もないでしょ。目的を言いなさい、時計屋の犬め。そこまでお見通しってわけか。なるほど、道理で夢の主や四大クランとやり合えるわけだ。俺の選択は正しかったようだな。選択？お前なら俺の目的は分かってるだろう。虚構が見抜かれた以上、俺に残された時間は少ない。もう駆け引きをするのはやめだ。俺はお前と手を組みたい。なぜ私と手を組めると思うのです？あの名高いロビンもこっち側につくことを選んだからさ。さらに裏切り者の手がかりとピノコニーの明るい未来、これだけのものを入れたカクテルがあればお前を満足させられるか？嘘にまみれた人間が真実を口にするとは到底思えませんね。大丈夫、俺のことは信じなくてもいい。お前が信じるべきはお前の心の中にある正義だ。まずはロビンに会わせてください。ああ、お望み通り彼女が来たぞ。これはどういうペテンですか？冗談だよ。このお嬢さんが俺たちをロビンのところに連れて行ってくれる。そうだよな？うん、私も請求列車も含めて
あなたに聞きたいことがある人たくさんいるからね。そいつは結構。ではこちらへ。高貴なる大久家の当主様、これで役者は揃った。これがさっき言った慰霊碑だ。書かれてる名前はあんたたちならよく知ってるだろう。ラザリナ、そしてティエルナ。ピノコニーが辺境の監獄と呼ばれていた時代、開拓がここと他の星々とつなげてくれた。彼らはアスデナを救った英雄。その名はこんな小さな石ころじゃなく、もっと歴史のある大きな石碑に刻まれるべきだ。しかし今、宴の星には美しい夢しか残されてない。あの重い歴史と監獄の姿はもう跡形もなくなくなってる。彼らの名前が石碑に刻まれているということは、ミカの言う通りなら彼らはずっと昔に亡くなっていることになるわね。ラザリナは独立戦争で犠牲になった。奥室の流れを明らかにするため一人でシャトルに乗って生計の中心に行き、そのまま帰ってこなかったんだ。ティエルナンは銃の扱いがうまいカウボーイで、強くて頼れる男だった。彼は人々を率いて悲惨な対外戦争を乗り越えたが、真の平和が訪れる日までは持たなくてな。戦争から10年が経った頃、ピノコニーはひどい内憂外患に陥った。アスデナのためにティエルナンは再び開拓の道を歩むことを決め、アークティッド家を率いて生計外を探索したんだ。だがスウォームに包囲されて全滅した。予想はしてたけど、実際に先輩たちの話を聞くとやっぱり悲しいね。彼らの人生は未知の世界への旅の上にある開拓の名に恥じないものだわ。でもこの名前のない慰霊碑は、ドリームリーフが誕生した時、その記念碑の主はまだ死んでいなかった。だがその人はいつか来る日のためにと言って自分のために無名の日を立てたんだ。請求列車ご一行、また会ったな。ロビン、あれ？急に賑やかになったと思ったら人がたくさん。そいつは俺が連れてきた。残りの話はギャラガーさんが自分で語るだろう。みんな頑張れよ。兄様、何も言う必要はありません。あなたが無事ならそれでいい。連れてきたよ。やっと真実に向き合う時が来たね。その兄弟には少しプライベートの時間をやるって約束してるんでな。先に俺たちの話をしよう。それでいいか？ああ、構わない。ギャラガーさん、せっかく苦労してファミリーの意思決定者、請求列車、性格ハンターを一堂に集めたのは何か重要な話があるからだろう。なんだ、あんたらまでお見通しってわけか。正直もう顔に黒幕って四文字が書かれてるようなもんなんだけど。ベルトさんの言う通り、
そろそろ誠意ってもんを見せる時だな。その兄弟は知るべきことは知ってるから、どう選択すればいいかもわかるだろうが、七シビとご一行は到着が遅かったからな。質問の時間を取るのは当然のことだ。改めて自己紹介をしておこう。ドリームリーフの創立者にして時計屋の助手、そして例の招待状を出した張本人でもある虚構歴史学者のギャラガーだ。以後よろしく。虚構歴史学者？じゃあこれまでうちらに話したことは全部デタラメだったってこと？いや、お前らに話したことは全部本当だ。まあほとんど。ファミリーが再び俺を受け入れたって点を除いてだが、ミカに確認したから、ファミリーと時計屋、それとミハイルの功績については嘘じゃないってことは分かってるわ。ご理解いただいたところで早速話を進めよう。みんな知りたいだろう、どうして俺がこんな大変な思いをしてまで遺産争奪戦を仕掛け、こんなに多くの派閥を招待してピノコニーを大混乱に陥れたのか。答えは至ってシンプルだ。全ての根源はお前らもよく知る性格にある。性格？ピノコニーはどこへでも行き来できる青函の中枢で、汚染された形跡もないように見えるが、どうして性格が関係あるんだ？おっしゃる通り。だから当ててみてくれ。それが何を意味しているのか。美しい夢は無から作り出されたものじゃない。記憶域を海に例えるなら、夢の地を築くってのは荒れ狂う海を土で埋め立て陸地を作るようなものだ。それほどの偉業を達成するのに、記憶あるいは神秘の指令の力を借りないとしたら、性格を使うしかない。そしてそれは単に願ったからって叶うことじゃない。相当の知識を備え、多くの時間と労力を費やして、やっと完璧なものになるんだ。ここまで言えばもうわかるだろう。今の宴の星はアステラの性格の災いそのものなのさ。宴の星が性格の災い？話は過去に遡る。時計屋一行は辺境の監獄を解放したが、無からピノコニーを作り上げるのは至難の業で、内外の問題もキリがなかった。そんな時、性格の力を使おうと企む奴らが現れたんだ。その性格は戦争時代にアステナに落ちたものだったが、七死人の訴えにより当時の人々はその力に頼ろうとはしなかった。だが下心のある奴はそれを狙い続けていたのさ。全ての転換点はティエルナンが犠牲になった時だ。二人の七死人の仲間を相次いで失い、時計屋は自ら開拓の前線に出ざるを得なくなった。そしてその遠征が彼の敵にチャンスを与えた。モントール星系のファミリー代表が時計屋の呼びかけに応じてやってきた時、性格はすでに活性化され、未開の共感覚無境の中に浸透していたんだ。そのファミリーが都合よく性格を封印する知識を持っていたってことね。それどころか、奴らの性格に対する知識は常人のそれをはるかに超えるものだった。すぐにミハイルを助けて内乱を鎮めると、調和の名義でピノコニーの建設に加わったんだ。それは夢追いの時代と呼ばれる三古白期のことだった。そして真相を知らない時計屋は全宇宙に招待状を送り、夢の地の大ブームが巻き起こったのさ。それでどうしてその人たちは敵対するようになったの？さっきの海を埋め立てるって例を覚えてるか。事実として性格は封印なんかされてなくて、形を変えて夢の中に存在してたんだ。よく考えてみろ、
こんな巨大な美しい夢を構築して維持する。そのための代償は何なのか。それは命だよ、お嬢さん。豪華絢爛な美しい夢は精神の死の上に築かれ、快楽という毒酒が無境を満たして人々を溺れさせる。理性はゆっくりと同じ終点に流れていき、最後には美しい夢の胎盤になるのさ。迷い、怠惰、臆病、そういう人間なら誰もが持つ弱さはファミリーによって増幅され、声太らされ、キノコニーを過去のそれよりもはるかに堅固な別の監獄へと変えた。俺たちは気づくのが遅すぎたんだ。その時にはすでにファミリーによって全てが掌握されていて、反逆者はすぐに捕らえられ追放された。窮地に陥った俺は神秘の力を借りて、この混沌とした記憶域に身を潜め、また数年をかけて夢の中で俺たちに仕えるミームを虚構した。眠り、これがそいつの本当の名前だ。普通の人間は夢の中で再び眠ることができない。だからこそその隙をつくことが俺たちの突破口になる。それが不可能を見届けるの本当の意味だったの。つまりあんたが時計屋として招待状を出したのは、性格の危機を何とかできる派閥を見つけ、ピノコニーの真実に気づくよう誘導するためだったってことね。それだけじゃない。俺は各派閥が遺産争いを繰り広げる姿と、10年以上も姿を消していた時計屋が声を上げることで、ファミリーの中の裏切り者が馬脚を表す瞬間を見たかったんだ。つまり遺産は本当にただの口実だったってわけ？もしお前が性格を遺産にしたいってんなら、俺も文句は言わないぞ。それでその性格は今どこにあるの？それはあの羽頭の小僧に聞くべきだな。性格は常にファミリーの支配下にあり、奴は大久家の当主だ。きっとその質問にも答えられるだろう。やっぱり事件の核心はまた性格だったんだね。おしゃべりは済んだか？どうだ、そろそろあの性格のありかを教えてくれないか？それはピノコニー大劇場そのものです。やっぱりそうなのね。ファミリーの化身、美しい夢の中に最初に現れた建物、それがピノコニーをこんな姿に変えた元凶だったなんて。性格を利用してそれを完成させたのは、おそらくはゴフェルさん、今の夢の主でしょう。ふん、思ったより順調だな。こんなに早く容疑者を特定できるとは。それとも事前調査が十分だったのか？あなたの言う通りです。妹を殺した犯人を調べていた時、あなたを除いて私が次に疑ったのは彼でした。お前が先に俺を尋問したのは正しかったみたいだな。他に選択肢はありませんでした。夢の主の形跡を捉えるのは難しく、当主たちですら彼に会うのは困難ですから。しかしゴフェルさんは私と妹にとって恩のある方。こんな結果は知りたくありませんでしたね。恩ってどういうこと？実は私たち兄弟も挽回の癌の被害者なの。孤児だった私たちは救済に来たファミリーに引き取られて育った。そしてゴフェルさんは私たちの資質を見抜き、ピノコニーに連れてきたのよ。でもだからといってゴフェルさんが調和の対局に向かっていくのを黙って見ていることはできない。ましてや
自分の歌声で罪深い授業を称えるなんてもってのほかよ。ファミリーの裏切り者が誰であろうと、彼がどんな命令を下そうと、私が舞台で歌うことはないわ。私たちは絶対に調和セレモニーを調和を破壊する儀式に変えさせたりはしない。私たちの理想の楽園のために。ええ、私たちの理想の楽園のために。オーク家の当主としてピノコニーの明るい未来のため、私は絶対に引くわけにはいきません。私とロビンはすぐに美しい夢に向かい、なんとか夢の主に会って今回のことを問いただします。もしファミリーが本当に調和から外れているのなら、私は皆さんと同じ戦線に立ち、調和セレモニーを中止して、自らゴフェルさんの犯した罪を償いましょう。お前らが立ち向かおうとしている敵、あるいは敵たちは、俺みたいな弱っちい老犬とは違って、少し手を出しただけでくたばるような相手じゃないぞ。共通の目標がある以上、力を合わせた方が勝機をつかめる確率も上がると思うんだが、どうだ。私たちは先輩七死人の足跡をたどってここまで来たの。今さら彼を追うのを諦めたりしないわ。うん、七死人は困難にぶつかったくらいでひるんだりしないもんね。あんたもそう思うでしょ。ちょ、ここはカッコつけるとこじゃん。冗談やめて。列車組はこうした事態を傍観したりはしない。サンデーさん、ロビンさん、請求列車を代表して俺が君たちに同行しよう。第三者が立ち会った方が交渉もよりスムーズにいくはずだ。それに危険が迫った時のことを考えると、一人でも多い方がいい。感謝します、ベルトさん。皆さんもありがとう。調和セレモニーは間もなく幕を開ける。もう時間はありません。皆さん出発しましょう。みんなこっちに来てくれ。出発前にまだ準備したいことがある。同行を申し出たのは俺だが、今回の夢の主との対決はきっと厳しいものになるだろう。え、幼児ちゃんがそんな風に言うなんて。夢の主ってそんなにすごいの？ピノコニーのファミリーのリーダーである以上、おそらく夢の主の背後には調和の全勢力が控えてるわ。性格も彼の手の中にあることを考えると、最悪の事態に備えておかないと。幼児ちゃん、やっぱり行かない方が。そういうわけにもいかない。ロビンさんはともかく、さっきのサンデーさんの様子は少し違和感があった。はっきりとしたことは言えないが、少なくとも彼が土壇場で裏切らないよう見張っておく必要がある。うん、君はカンパニーの使者から受け取ったトークンを持っていたら、貸してもらえるか。うん、やっぱりか。思った通り、アベンチュリンさんが君に渡したこのトークンは小型の発信機だ。おそらく彼はこれで君の動きを追跡したり、必要があれば連絡を取ったりするつもりだったんだろう。まさかここに来てこれが役に立つとはな。アベンチュリー、あの人ってまだ生きてるの？それに夢の主を探して交渉するのとアベンチュリーに何の関係があるの？言っただろ、カンパニーと協力するのはファミリーとのバランスを保つためにも悪くないと。交渉に問題があればファミリーが正確に手をつけた意図が明らかになる。これがあの死者が夢見ていた突破口だ。その時が来たら俺はこの発信機を使って
カンパニーにメッセージを送る。唯一の賭けはアベンチュリンさんが無事かどうかだが、カンパニーの回線ならきっと誰かしらが傍受しているはずだ。戦略投資部の重要な幹部と来ればなおさらな。それを考えるとメッセージを送るだけで十分だろう。幸運を祈ってるわ、ベルト。ああ、君たちも慎重にな。もし何か手違いがあれば俺に構わず性格を封印してくれ。死を恐れないか。まさに真の英雄だな。たとえ夢の主が潔白であってもファミリーの腐敗は根深い。ミハイルが犯した過ちは二度と繰り返さない。彼の幸運を祈ろう。ギャラガ、まだ何か言いたいことがあるんじゃない？なぜそう思う？出発前、車掌は私たちにピノコニーで3人の七死人の消息を追うように言った。ラザリナとティエルナンのことはもう分かったわ。残っているのはラグウォークだけよ。私が間違っていなければ、私たちはもうとっくに彼に会っている。そうよね？会っているとまでは言えないが、答えは確かに簡単だ。何しろあれだけ明確なヒントを出したんだからな。請求列車から返事を受け取ってから俺はあんたらに関する情報に注目してきた。様々な世界を結びつけるために相当な労力を払ったことも含めてな。そして今あんたらは無事にここにたどり着き、自分たちの力を証明した。姫子さん、列車を修理して再び銀河に旅立たせたのはあんただな。ええ。そしてこの二人の若い七死人は特殊な執事で優れた技を身につけている。あんたね、そんなのないでしょ。元気がいいな。あのパムとかいう車掌にはよろしく伝えておいてくれ。お前の親友はいつも酔っ払うと列車で過ごした時のことをつぶやいてたって。あの最後の七死人は出発して止まってまた出発して大回りして最後はスタート地点に戻った。死ぬ直前あの人は俺に必ず請求列車を見つけ、例の招待状を未来の七死人に送るよう頼んだ。そのために彼はプレゼントも用意したんだ。開拓の後を継ぐ者たちに託す正真正銘の遺産をな。ついてこい。今こそそれが再び日の目を見る時だ。またここに戻ってきた。よう。俺は時々あんたが死んだことを忘れちまう。あんたにだってもっと話したいこと、もっと歩きたい道がたくさんあっただろう。約束通り最後まで気にしてた後輩を連れてきたぞ。どうしてあの列車のことを忘れずにいたのかはわからないが、あんたがこの世を去る前に言った最後の言葉は覚えてる。俺たちを失望させるなよ、じいさん。何？どういうこと？終点はすぐ目の前の花園にある。
ピノコニーの最初で最後の七死人、時計屋ラグウォーク・シャール・ミハイル。彼が残した遺産は一つの夢の泡だ。きっとその中には七死人だけに意味のあるものが保管されている。何しろ俺が中身を見ても何も見つからなかったからな。おそらく何らかの開拓の暗号なんだろう。まったく俺より謎に包まれてやがる。見せてちょうだい。そういうことか。彼はいつも七死人に対してわけのわからない自信を持ってた。その計画の中には常に開拓が組み込まれていたが、俺にはその自信がどこから来るのかわからなかった。彼が生きてる間、列車との連絡が成功したことは一度もなかったしな。俺はずっとこのじいさんが何を考えてるのかわからなかったが、この空っぽの夢の泡は、わけのわからない幻想と理解しがたいロマンチシズムに満ちていて、実に彼らしい。いたずらじじめ。まあ、この人が何か手札を隠し持ってるなんて、俺も期待しちゃいなかったが。いいえ、ギャラガー。ミハイルはきっと、一番大切なものを私たちに残してくれてるわ。ふん、なんだ？まさかあんたまで理屈を並べるつもりか。ミハイルが未来の七死人を信じたように、私たちも過去の七死人を無条件に信じてる。彼らは愛する土地のために自分の一生を捧げようとした。それなのに未来への後悔を抱えたまま急に旅立ったりするはずがないわ。この夢の泡にはきっと何かが隠されてる。ただ私たちがまだそれを見つけられてないだけでね。ギャラが時計屋を信じることに関してはあんたも同じでしょ。俺は神秘の運命を歩む人間。人生哲学は何も信じないことだ。だから俺にもわかる。信じることが開拓にとって何を意味しているのか。俺も彼が何を残したのか知りたい。
全てはあんたらの腕次第だ。うん。あんたのペットを貸してもらえる？黄金の時に戻って無教ショップで確かめたいことがあるの。ミハエルのために、そしてピノコニーの未来のために。ホテルレバリーへようこそ。ご用件を伺ってもよろしいでしょうか？俺たちは請求列車の七死人だ。チェックインしたいんだが。請求列車ですが、それなら以前。ああ、仲間たちは先にチェックインを済ませている。俺の名前はタンコ。ホテルのシステムに俺の個人情報があるはずだ。かしこまりました。ですが、お連れの方々はチェックインされる際にお客様の予定が変わって宿泊できなくなったとおっしゃっていましたが。また予定が変わったんだっつーの。こちらのお客様は？俺は請求列車に乗ったばっかの新人七死人。名前はパムだ。こいつは俺の仲間だ。俺たちがファミリーの招待に返事をしたのはこいつが列車に乗る前だったから、システムに記録はないと思うんだが、なんとか融通を聞かせられないか。ああ、そういえば先にチェックインされた七死人の方々の中に同じような状況の方がいらっしゃいました。最近は開拓の運命に足を踏み入れる方が増えているようですね。前例がありますので原則的には問題ないかと思います。今お連れの方にご連絡させていただきますね。申し訳ありません、請求列車の方々と連絡が取れないようです。連絡が取れないというのはどういう意味だ？申し訳ないのですが、私もこのようなことは初めてでして、システムによると請求列車の方々はまだ無境の中にいらっしゃるようですが。だったら部屋番号教えてくれ。俺ら二人で行ってみるから。恐れ入りますが、お二人の身元を確認させていただいた後でないとお客様の個人情報をお伝えすることはできません。じゃあ、あんたが適当なやつを選んでベルトでいいか。あいつを強制的に目覚めさせりゃいいだろう。そちらも致しかねます。強制覚醒には厳格な使用規定がありますので、勝手に操作することはできないのです。あれもダメ、これもダメって。あんた一体どうしたいんだ？俺と兄弟にここで座り込んでろってのか？どうか落ち着いてください。お二人の身元を確認するためにもお連れ様と連絡を取る必要があるのです。だが今は先に俺たちの身元を確認しないと俺たちの仲間に連絡することもできないんじゃないか？確かにおっしゃる通りですね。たくベイビーが、これ以上お役所仕事のたらい回しみたいな真似はやめろ。いいか嬢ちゃん、別にあんたを責めてるわけじゃねえが、できんなら今すぐやれ、できねえならできるやつを呼んでこい。いいな？お客様、お怒りをお収めください。あの時はオーク家の当主であるサンデー様が自ら処理してくださったのです。少々お待ちください、すぐに連絡いたしますから。彼女は俺たちを困らせようとしているわけじゃない。本当にどうすればいいかわからないんだ。まずいかもしれないな。さっき列車の中であんたも試してたが、奴らから一向に返信がねえ。俺は気になることがあるから少しここを離れる。お前はここであの女性を待っていてくれ。行け、さっさと済ませて帰ってこい。仲間が行方不明になって、アンコの奴も焦ってるはずだ。少し時間をやるか。心配は判断を鈍らせるか。